日本 BS 放送株式会社は BS デジタル放送を行っているビッグカメラグループの衛星機関放送事業者である。2007年12月1日より b s イレブンデジタルの名称で無料の BS デジタルハイビジョン放送を開始した。論理チャンネル番号は b s 2 1リモコンキー ID は名称通り11。新聞のテレビ欄には BS1113 月31日までは BS112016 年5月31日までは BS11 と表記されている。当局は東京キー局系 BS デジタル放送局とは異なり、最初から標準テレビジョン放送局として開局したわけではなく、会社設立当初はデータ放送を地球チャンネルの名称で BS デジタル放送と 統計110度 CS デジタル放送において行っていた。データ放送用の帯域であるため低画質ではあったが、動画放送も行っていた。2004年4月、総務省に認定の再申請を行い、CS 放送においてデータ放送の代わりに標準テレビジョン放送を行う内容の認可を受けた。これに伴い同年九月十八日に CS チャンネルをデータ放送から 標準テレビジョン放送へ移行した。さらに、同じく、BS デジタル CS デジタルにおいて、データ放送を行っていた毎日新聞社、門川書店出資のメガポート放送と2005年10月1日付で合併し、2005年12月、BS デジタルハイビジョン放送の委託放送事業者認定を受け、2007年12月1日に NHK アナログハイビジョン終了後の帯域を、 用いて BS11 として BS デジタルハイビジョン放送を開始した。その後 BS デジタルハイビジョン放送事業に経営資源を集中するため CS 放送は2006年11月30日で廃止し BS 放送 CH-999 で行われていたデータ放送のサービスも同様の理由により2007年9月30日24時をもって終了した。 開局時には、数名の契約アナウンサーを採用し、当時本社があった、パレスサイドビル4階にニューススタジオを設け、2015年まで、使用していた。また、開局から新本社スタジオ使用開始前までの間、ニュース以外の番組は、東京都千代田区神田ネギ米町3番の富士ソフト、秋葉原ビル内にある、秋葉映像スタジオを借りて使用していた。2008年3月17日、 本社を東京都千代田区神田駿河台に二丁目5番地の文化学院旧校舎後に建設中の14階建ての新本社ビルへ移転し、同年3月31日から新本社のスタジオの使用を開始した日本新聞協会民放連に加盟している。民放連へは会社設立から11年半を経て加盟を果たしている。開局当初は各社自主放送との ショップチャンネルはくかぶりを理由に、JCOM やスカバー、光などの一部のケーブルテレビ局や光放送では、再送信が行われていなかったが、JCOM では一部のつぼねを除き2010年11月1日から、再送信を開始した。本放送から9ヶ月時点の2008年8月期決算は、売上高約23億円。 経常損失約15億円で売上の伸び悩みと制作費の超過が目立ち、認知度向上と黒字化を課題とした。2010年に入ると他の BS デジタル局と共に公共な話題が目立つようになる。8月期決算で初の単年度黒字を達成し、原資によって累積赤字を一掃。その上で同年内に十五億円の増資に踏み切り、二千十一年には 大幅改変などを行って、攻めに転じる姿勢を表明した。2010年以降は、黒字形状を続け、2012年の8月期決算は、売上高約62.5億円、形状利益約9億円となっている。2014年度の売上高は78.69億円となり、引き続き好調を維持している。企業、団体は、当時の名称。出展。 株式の6割を保有するビッグカメラの影響が強く、同社の CM が頻繁に見られる。1999年8月23日データ放送は2000年の開局当初から実施している。当初はニュース、大都市圏の交通情報、天気予報などを放送していたが、後に廃止された。ただし、宝くじドリームサテライトでの 宝くじ当選番号表示や JRA 競馬中継時のオッズ等の各種情報表示に関しては極めて厚く行う。なお、デジタルラジオ放送は行ったことがない。BS デジタルハイビジョン放送以降後はハイビジョンテレビ放送に特化した体制になっている。総務省より与えられた帯域がもともと18、スロットと狭いためマルチ編成は行っておらず。 単独チャンネルでの高画質放送を行うつぼねである。また、長らく無料民放局では、唯一字幕放送を行っていなかったが、2018年10月1日より、字幕放送を開始した。かつてのステーションコンセプト、ゆったり、じっくり大人チャンネルが示す通り、基本的には50代以上の視聴者を主なターゲットとしている。 テレビの原点に立ち返るという編成方針で、ニュース、報道コンテンツやトーク番組が比較的多いのも特徴である。一方では、全国放送かつ地上波民放キー局を親会社に持たないという特性を生かし、地方在住の10から20代をターゲットにした、深夜アニメの大量投入方針も明確である。また、独自の報道部門を持っており、 これは独立系民放局としては極めて珍しい。放送時間は、開局当初は原則として、毎日3時4時を除く23時間放送だったが、2008年3月31日からは、毎日4時起点の24時間放送4月から、休止時間が月曜4時5時に変更。2014年4月から3時30分5時、同年10月からは3時5時。 2015年4月からは4時5時に放送休止となっている。タイムテーブルでは月曜4時4時1分にエンディング4時59分5時をオープニングとしている。通販番組も原則的にはハイビジョン放送である。なお2008年4月から気象警報の速報テロップ表示を地域を問わず行っていたが2011年7月より掲出は中止された。 地震情報テロップは、震度4以上を表示している。前述の通り、初年度に大きな赤字を出したこともあり、コストのかかる生放送重視路線を転換。開局時の目玉番組、大人の自由時間を終了させ、外部調達を強化した。ブーム以前から注力してきた韓流ドラマや、ショップチャンネルのサイマル放送枠を拡大したり、 フォックスインターナショナルチャンネルズと提携し、常設枠、フォックス11を設置、さらに地上ハッキー局、純ー局制作の過去放送ドラマや、地上独立テレビ局制作の番組、CS 放送で放送された番組なども、積極的に取り入れている。自社制作では、JRA 競馬中継や住の絵協定などの、公営ギャンブル中継にも参入。気候、演芸、 音楽、トークバラエティ、ドラマなどを複合した大人向けの総合エンターテインメント路線に舵を切っている。さらに、アニメマニア向けのコンテンツを深夜枠に連日積極的に編成している。業績の大幅な改善により、自社制作番組枠は2011年4月改編を境に再び増加している。また、 全番組に占める通販の割合は2011年10月時点で45%程度であったが2011年7月に放送法が改正されたことを受け通販番組を30%まで減らす方針を表明した。また2011年10月より BS パワー調査に参加したことで それまで同社が想定していた視聴者層と実際の視聴者層に乖離が生じていることが判明したとして、2012年4月改編においては、看板番組のインスイダウトの放送時間前倒しや、プロ野球中継からの完全撤退など、大幅に編成方針を変更し、ゾーニング編成の徹底を主軸とした改編を行うなど、2012年現在も編成に関しては、入れ替えを重ねている。 2013年4月改編では大幅な改変はなかったが逆にエンターテインメント番組の制作が減少し気候番組の制作に力を入れるようになったまた当局が力を入れているアニメに関しては月曜日を除く24時台が新やアニメ枠アニメの放送で統一続く同年7月期には残る月曜日にも同枠を新設しさらに同年10月期には すべての曜日の24時台が、同枠、アニメで統一された。無料 BS 放送局としては、異例とも言える、報道局を社内に維持しており、政治報道番組には開局当初から一定の時間枠と取材力を削く、重要政局や、国政選挙前後には特別番組を編成するなど、一貫して力を入れている。投資クラスを含む、その時々の注目の政治家や、 地上波に出演しない政治家、政治活動家、ジャーナリストの出演も目立ち番組内での発言は全国紙や通信社など他のメディアで報道されることもしばしばである毎日新聞系のメガポート放送が前身の一つであるため報道番組が毎日新聞の協力を得ている通販番組など一部の番組を除き番組開始時には CI の CM が放送される 開局当初2011年3月までの内容は画面左半分に BS と表示し、右半分に人物シルエットのアニメーションから BS11 の11に変化するもの。映像には以下の4パターンがあり、概ね番組のジャンルごとに使い分けられてきた。CM 明けにも後半の5秒間が流れた。なお、上記のアニメーションは放送開始、終了時にジャンクションとして、 全パターン放送されていた。この他、鈴木はじめたいデザインのキャラクター、ベアモが飛び跳ねた後に、ゆったり、じっくり大人チャンネルというキャッチフレーズが表示される5秒、CM もあった。2011年4月より、CI が変更され、公式マスコットキャラクター、11ちゃんのアニメーションになった。テレビ業界に関する自虐的なセリフが、数十パターンにあるのと、耳が、 11をかたどっているのが特徴である。同時にウォーターマークのロゴも変更され、開局以来、11にアンダーラインを引いた赤文字だった、ロゴが b s イレブンと書かれた大きめの白文字となった。また番組の制作、著作クレジットの曲名表記も、日本 BS 放送から b s イレブンに変更された。受信機表示アイコンは、CI 変更から約半年遅れて9月14日に、 変更された。2014年10月に CI が再度変更、オリジナル曲を BGM に、前日のうさぎが踊るアニメーションに、チャンネルはそのまま、間もなく始まるよ、などメッセージが表示される映像となっている。なお、CI 変更当初と名称公募以降とでは、声が違っている。番宣 CM では原則として、画面右上もしくは左上に、 BS11 のロゴを、アニメ、アニメ、キッズアニメ枠の番宣 CM では、それのロゴを表示している。曲番号、21リモコンキー ID、11、BS デジタル放送曲番号、99、リモコンキー ID、データ7このほか、合併した、メガポート放送から、G ガイドサービス用チャンネルの CH-908 を、 引き継ぎ放送していたが、2006年8月1日に BSI へ移管、同社が CH-768 との同一内容で放送していた。2011年7月24日に放送終了し、G ガイドは CH-768 に完全移行された。統計110度 CS デジタル放送制放送番組は、 同社公式サイトの番組表や EPG の番組名の最初に生と表記されているほか2008年3月31日からは画面右上に表示されているウォーターマークの下側にライブという文字を添えていたがロゴウォーターマークが変更されてからは廃止されている生生放送インスイダウトオンズ等の報道系番組は毎日新聞グループの協力で制作 番組で使用する映像や写真は毎日新聞や共同通信の撮影したものを使用することが多いが国会などでは独自に撮影取材を行っているニュース番組については開局以降竹橋のニュースセンターをスタジオとして使用してきたが2014年4月以降はお茶の水本社スタジオに移行している開局時には長時間制放送大人の自由時間を つぼねの目玉番組の一つに据えるなど、エンタメ番組を重視していたが、現在はラインナップを絞り込んでいる。開局以来、韓国ドラマを中心とした海外ドラマを放送してきたが、2012年4月期からは、かつて地上波局で放映された国内ドラマも放送している。2020年4月開編により、中国ドラマ、台湾ドラマの放送比率が増えており、 韓国ドラマの放送比率が大幅に減少している。BS の無料民放局では最も多くのアニメを放送している。特に新作のシーンやアニメの放送や旧作の再放送にも力を入れており、地上波放送では東京 MX でしか放送しなかった作品のほか、近年では黒子のバスケシリーズや青ハライドなどのように制作委員会に 積極的かつ果敢に参加している。アニメを成長への5本の矢として捉えており、アニメといえば b s イレブンと今後も重点的にアニメ番組に出資していく方針を示している。ただし、旧作については2018年4月開閉により枠が縮小されている。部屋を明るくして離れてみる要注意テロップについては深夜は漢字表記で夕方では ひらがなとカタカナで表記される。深夜アニメにもこの注意テロップを表示している。多くがゴールデンタイムに放送されており、現在の主力ジャンルである。地上波ローカル局で遅れネットされることもある。現在は公営競技の中継に力を入れており、2011年からは地上波独立局が放送してきた JRA 競馬中継の放映権を獲得。 全国放送を行っている。BS11 では通常のハイビジョン放送とは別に 3D 立体映像放送を過程に普及拡大することを目指しており、開局時から2009年3月まで日本初の 3D 番組 3D 立体革命を放送していた。2008年夏からは 3D 映像に対応したスポーツ中継や映画を放送する準備を 進めているとの報道もあったが、その後は独自に制作した短いコンテンツのみを放送した。2010年5月16日、特別番組、3D 挑戦。サンジャマツリ TV にて、NHK メディアテクノロジーの技術協力で、日本初の 3D 立体映像による生放送を実施。しかし2015年9月30日深夜をもって、3D 機構を終了したため、 無料民放局での 3D の提示番組はなくなった。BS-11 における 3D 映像は左目用と右目用それぞれにカメラを撮影し、いわゆる立体視の方法を用いて 3D 映像化を行うサイドバイサイド方式を採用していた。この 3D 映像は現行の仕様ではハイビジョン映像にはならない。放送方式としては NHK メディアテクノロジーが開発した MT 式を採用している。また、3D 番組の前に自動識別信号を送り出している唯一のつぼねでもあった。一般的なテレビで 3D 放送を見ても左、右用の映像が2画面縦長に映るだけで立体には見えない。このため専用の受像機とメガネが必要となった。BS11 が 制作委員会に参加した作品は、カテゴリー、BS-11 のテレビアニメを参照されたい。は遅くとも2016年3月まで、アナウンサーとして公式サイトに掲載されていた人物。坂中香織を除きいずれも契約出演で、所属事務所は別である。2016年春の改編で報道番組を刷新した関係で、公式サイトからアナウンサー紹介ページが削除された。 日本 BS 放送で2011年1月から3ヶ月間放送された次論対論参議院発では自民党の山本和田、丸川玉代両参議院議員が司会を務め毎回自民党の参議院議員をゲストに招いて討論を行った。これについて放送倫理番組向上機構の放送倫理検証委員会は2011年6月30日に 三ヶ月にわたって、同一の政党に属する議員が、司会者とゲストを占めるという形式で放送され、一党一派に変して、政治的公平性を損なっており、放送倫理に違反するとする意見書を公表した。自民党議員に番組制作を事実上丸投げしていたも、同然の状態で、日本 BS 放送が政治的公平性を確保するための工夫を差し挟む。 余地がなかったとも指摘した。日本 BS 放送は意見を真摯に受け止めて、さらなる公平性のあり方の検証や議論を進めていきたいと思いますとのコメントを発表した。ありがとうございます。